ホスファチジルセリンはン脂質の成分であり、通常はフリッパーゼと呼ばれる酵素によって細胞膜の内波に止められている。細胞にアポトーシスが起こるとき、ホスファチジルセリンは細胞膜の細胞質側にもはや制限されず、細胞の表面に露出するようになる。口出される効用のため、アメリカでは広くサプリメントとして普及している。 ホスファチジルセリンの生合成バクテリアにおいて、ホスファチジルセリンはアミノ酸のセリンと CDP によって活性化されたホスファチジン酸が縮合することによって生合成される。放乳類では、ホスファチジルセリンは、ホスファチジルコリンやホスファチジルエタノールアミンの塩基、交換反応によって生産される。逆に、ホスファチジルセリンから、ホスファチジルコリンやホスファチジルエタノールアミンを得ることも、 できるが、動物ではこのホスファチジルセリンから、ホスファチジルコリンが生成する経路は、肝臓でのみ起こる。アネキシン A5 は、PS に対して、非常に強い結合親和性を持つ天然の、タンパク質である。標識したアネキシン A5 は、初期あるいは中期アポ糖質状態にある細胞を、インビトロあるいはインビボで可視化することができる。その他の PS 結合タンパク質にはマジア8がある。 テクネチウム標識されたアネキシン英語によって細胞分裂とアポトーシスの頻度が高い病態を示す病的状態にある悪性腫瘍とアポトーシスの頻度が小さい良性腫瘍を区別することができる。初期の研究ではホスファジジルセリンは牛の脳から生成されていた。現在市販されている製品は恐竜病への懸念からキャベツあるいは大豆から作られている。 植物原料の製品においてセリンに結合している脂肪酸は同一ではないが同様の化学構造を有しており感染の危険性がない。ラットを用いた予備的研究では3つの行動試験のうち1つで大豆製品が牛由来のものと同等に効果があったことが示されている。FDA はホスファジジルセリンに限定的健康強調表示の地位を与えている。 これによって、ホスファチジルセリンの摂取は、高齢者の認知症のリスクを低減するかもしれない。ホスファチジルセリンの摂取は、高齢者の認知機能障害のリスクを低減するかもしれないといった内容、ごく限られた、予備的な科学研究がホスファチジルセリンが高齢者の認知機能障害のリスクを低減するかもしれないことを示唆しています。FDA は、この主張を支持する、 科学的証拠はほとんど存在しないと結論付けて、いますとの面積上報付きで表示することが許可されている。サイクリングや、ウェイトトレーニング、ゴルフ、耐久運転に関わる運動選手において、PS は認知機能やパフォーマンス、ストレスへの内分泌反応、筋肉損傷の低減、運動後の苦痛を低減し、幸福感を改善することが示されている。PS は、 運動が誘導するコルチゾール濃度の増加を容量依存的に鈍化させることによって戦闘運動によって誘導されるストレスに対する有効なサプリメントであることが報告されている。1日 800mg よび 600mg の PS を10日間摂取するとコルチゾール濃度の増加が弱まるものの低容量ではこの効果は認められていない。PS の補給は 運動選手に望ましいホルモンバランスを促し、オーバートレーニングやオーバーストレッチングに付随して起こる、生理的劣化を弱めるかもしれない。最近の研究では、PS が精神的ストレス状態にある若者集団において気分を高揚させ、ゴルフ選手のストレス体制を増強することによって、T オフの間の正確性を改善することが示されている。最初の予備研究は、 PS 補給が注意欠陥、多動性障害を持つ子供に有益かもしれないことが示された。追跡研究はこの発見を裏付けた。この研究では、1日2 0 0ラムの PS を2ヶ月間補給された子供において ADHD 症状の有意な改善が見られることが明らかにされた。伝統的に PS サプリメントは牛大脳皮質に由来していた。 しかしながら感染性疾患が伝播する可能性のため安全と考えられる代替品として大豆由来の PS e が確立されている。大豆由来 PS e は一般に安全と認められるとされており、1日 200mg を3回摂取しても高齢者にとって安全な栄養補給剤である。ホスファジジルセリンは マウスにおいて特異的免疫反応を低減することが示されている。PS は肉に含まれているが、脳や肝臓や腎臓といった内臓に豊富に含まれている。白豆を除くと、乳製品や野菜にはごく少量の PS しか含まれていない。表1、食品の PS 癌有料西洋諸国における、食事からの1日の平均 PS 摂取量は130。 ミリングラムと推計されている。ありがとうございます。